行ってきまーす。どこへ行こうか。ああ。案内します。素敵な春ね。止める。負けたです。負けたです。いいとも。私は答え。楽しみですわ。刃を。負けたです。負けたです。どうしたの？いい策です。まだ見ぬ世界へ。ああはい。はい。
標的は。わかった。約束よ。命令を仕留める。仕留める。以前紹介したショートの環境を説明します。あの時は有利プラス不利状態数が25でした。ではそれらを確認していきましょう。その前に彼女の神器を見ていきましょう。ここですね。ここが彼女のスキルの目玉です。敵が7人いたとして、それぞれが有利状態と不利状態を合わせて20個持っている場合、7×20×3 なので420ダメージで加算されますね。有利不利状態の合計が100個なら2100ダメージですね。これなら連盾守り手もぶち抜けますね。実際は隣のキャラも同じ有利不利数であるとは限りません。とはいえ大体近い数なので、この動画でもおよそで計算しています。はい、間髪入れずにキャラと状態付与の説明です。まずは不利な状態異常を付与するキャラからです。1人目はフリーズ。射程は一番近いキャラとその2マスになります。凍結とキャンセルを付与します。速さと守備もおななします。フロージさえいなければかなりの強スキルですね。2人目はエンブラ。射程は3列十字方向です。守られ負荷と半島を付与します。3人目はヘイズルーン。射程はエンブラ同様に3列十字方向です。負荷と回復負荷祈り効果も5を付与します。攻撃と守備も7します。フリーズやエンブラと違い魔防がある程度勝っている必要があります。現環境においてはトップクラスのサポーターですね。4人目は総選挙ルフレ女です。射程はフリーズ同様一番近いキャラとその周囲2マスとなります。七色のささやきとパニックを付与します。星表記としてよく引く宇宙防衛で見かけますね。5人目は銀ヌンガガプです。射程は5マス以内の最も近い敵とその周囲2マスです。負荷と反撃負荷の状態異常を付与します。ヘイズルーン同様に攻撃と守備を7します。6人目はヒヨクトールです。射程は無限ですが速さが最も低いキャラとその周囲2マスです。弱点露呈と空転を付与します。最後7人目はフレスベルグです。射程はフリーズ同様一番近いキャラとその周囲2マスとなります。弱点露呈と祈り効果も5を付与します。速さと守備も7します。今回実装された目玉キャラですね。重複を考慮すると不利状態の合計は12となります。はい、次は有利状態を付与するキャラを見てみましょう。1人目はガトーです。
付与範囲は自分と周囲にます。一般的な範囲ですね。汎用技軽減 80% を付与します。守備と魔防もプラス6します。2人目はアスタルテです。付与範囲は周囲3マスで突出しています。見切りパニックと見切り追撃効果魔場を付与します。攻撃と魔防もプラス7します。1人で3つ付与できるので、このような検証においては必須ですね。3人目はハロウィンアスクです。付与範囲はアスタルテ同様3マスで最新キャラって感じですね。爽快効果はと爽快効果盾ダメージ軽減半分無効を付与します。攻撃と守備もプラス6します。4人目はクロエです。付与範囲は周囲2マスと支援相手です。突撃とダメージ 40% 軽減を付与します。攻撃と速さもプラス6します。5人目はイグレーヌです。付与範囲は周囲2マスです。移動プラス1とヒラチのように移動可能を付与します。最後7人目はティナです。付与範囲は1世代前の周囲2マスですが、スキルがやばい。射程無限で一番多く有利状態を持っているキャラから盗みます。そして味方に付与します。ジョーカーみたいなキャラですね。このような検証においては必須キャラですね。やっとフレスベルグという天敵っぽいキャラが実装されました。闇防衛にティナがいたらフレスベルグが活躍できるかもしれません。ここまでが不利状態と有利状態を付与するキャラクターの紹介です。